確に、今度こそ赤信号が点灯しています。今回は、この静かなる防衛でも以前から追いかけてきた最新情報を一挙に、お届けします。そう、竜型潜水艦にしておけばよかったとの後悔の、言葉が出ます。今更遅いですけどね。オーストラリア海軍が2016年時点で発注を決定していた新型のアタック級潜水艦計画が、その建造費用の高騰から2020年末までに予定されていた最終交渉でも合意に達していないことが明らかとなっている。アタック級潜水艦計画は、現フランスの軍需造船大手企業のネーバルグリープとオーストラリアが現行のコリンズ級潜水艦を代替するために進めていた計画だが、暗礁に乗り上げた状況にある。これは2016年当時は総額で最大約 2.15 兆円とされた費用が、具体化と同時に2倍の約 4.3 兆円までに増加。さらに2020年度のオーストラリア会計監査局の試算では約 7.5 兆円にも達すると報告されたためだ。常識的に考えて、当初の約 2.15 兆円から約 7.5 兆円というという、実に 3.5 倍もの建造費用の高騰は、右から左においそれと了承できる差額ではないと思えるが、オーストラリア国内の反応も同様の模様だ。さらに付け加えるならば、現行のコリンズ級潜水艦は、1番艦が1996年、最終6番艦が2003年に就役しており、この2021年で、すでに25年が経過線としており、老朽化の問題も切実な状況にある。しかるに、アタック級潜水艦計画は、全12隻の建造終了までにはおよそ30年は必要になると見られており、そのペースでは、仮に 7.5 兆円という大金を注入しても、途中で性能が陳腐化することは回避不可能だとも指摘され始めた。そもそも、アタック級潜水艦計画のベースとなる本国フランスのシュフラン級は、2006年末時点で6隻の建造が予定され、1番艦は2016年には就役の見込みだったが、2019年にようやく起工を迎えたに過ぎない。このため、シュフラン級1番艦は2021年5月時点でもフランスでの就役の目処は立っておらず、その後約2年ごとの就役で全6隻を2026年までに見込んでいた計画も全く実現する気配のない状態だと感じられる。オーストラリアの国情は、日本と同様に、原子力推進型潜水艦の採用は政治的に困難であり、現行のコリンズ級潜水艦と同じくアタック級潜水艦計画でも、通常動力型潜水艦以外は選択肢にはなかった。2016年に、オーストラリアが決定したフランスのシュフラン級をアタック級潜水艦とする計画では、ベースのシュフラン級は原子力推進型であるため、この機関部を通常動力型に改めるという内容だった。地面上では、機関部の変更は容易に感じられるかもしれないが、動力源をディーゼル機関とモーターに換装するには、原子力推進型では不要な吸気や排気系の設備が必須となるため、実は
かなり大掛かりな設計変更が必要だろう。そのため、2016年までにオーストラリアに提案されていた他の案は、コリンズ級潜水艦と同じスウェーデンの A26 型改めや、ドイツの2016型、日本の、そう、竜型と、すべて、通常動力型として、実績のある艦が占めていた。これらの中で、わざわざ技術的な困難が予期されるシュフラン級を選択した時点で、個人的には、今日のアタック級潜水艦計画の迷走は、ある程度確定してしまっていたのではないかと思えてならない。それでも、オーストラリアがシュフラン級を選択肢した最大の理由は、深刻なオーストラリア国内の雇用状況の緩和に、同計画のメリットを感じたことが大機というのが、大型の味方だと言えそうだ。しかし、ドイツの216型も、オーストラリア国内での建造を認め、さらに、搭載する非対機依存推進システムの技術移転にも、前向きな姿勢を示していたとも言われており、はためにはこちらの方が確実だったようにも映る。日本もオーストラリア政府の意向を尊重する形で最大限の便宜を図ることを示していた模様だが、多分に、そう、竜型を国外で建造することには難色を示していたのではないかと想像される。当時の最新鋭潜水艦だった、そう、竜型はもとより、現在の日本における、最大の対中国抑止兵器は潜水艦であるため、オーストラリアから、選定されなかったことは、日本の防衛から見れば結果的に、良かったとの見方も多い。ただし、個人的には、オーストラリアへの12隻の納入が完了する頃には、この2021年時点の最新型である、大ゲイ型の次級となる潜水艦がすでに、収益を始めているとも思えるので、絶対的な防衛機密には、当たらない可能性もあったと思う。しかし、そもそも武器輸出をビジネスとして捉えているヨーロッパ各国やアメリカと異なり、これをビジネスとして量産する効果が本当に日本にとってプラスであるのかは、もっと慎重な見極めが必要になるだろう。オーストラリアに向けた振って湧いたかのような総流型の輸出問題は、一部の勢力からは、手放しで、初の武器輸出案件となる可能性が、喧伝されたが、それで儲けるロジックを日本の企業が、抱いていたかにも、疑問が残る。この2021年2月には、シュフラン級の前級である、劉備級攻撃型、原子力潜水艦、エムロードが南シナ海に進出したとフランス政府は極めて異例な航行実施の声明を世界に向けて発表した。これはこれから初の潜水艦導入を検討しているフィリピン等の国々に向けてフランス製の潜水艦の秘匿性、航行能力をアピールする狙いがあったものだと解釈されている。フィリピンに向けては、大型の原子力推進型潜水艦を提案するとは、考えづらいので、スペイン海軍が採用している同国とフランスの共同開発である
通常動力型のスコルペヌ型潜水艦を考えているのだろう。